お米 0.5 合ほど持ってきました。しばらく水に浸しておきます。現在の気温は氷点下 4.5 度です。雪が少しパラパラ降ってきてます。そろそろ暗くなってくる時間なので夕食の準備したいと思います。本来薪ストーブをテントの中に入れて薪ストーブで調理しようと思ってたんですが、ちょっとこの煙突、このテントの煙突穴がまっすぐだとテントにつきそうなんですよね。それで今回はちょっとテントの中には入れないでちょっと外でやってます。まあ、焚き火でやってもいいんではないかと思われるかもしれないですけど、ちょっと鍋とかが黒くなるのが嫌なのでこの薪ストーブでやりたいと思います。
野菜類は家でカットしてきました。いただきます。ごちそうさまでした。ちょっと雪が降ってきました。日中ちょっと晴れてましたが、今は雪が降ってます。それではおやすみなさい。おはようございます。朝の6時半です。ちょっと真っ暗です。電気つけます。はい。
今回はこの以前紹介したマットですね、 USB マットを使って寝てました。で一応予備として電気毛布も持ってきてました。で今日で使ってましたが、ちょっと暑いぐらいでしたね。でこのマット上の方にヒーターが多いんですね。で以前はこれ上下逆さまにして使ったんですが、そうするとこのスイッチを触ったりしてこう切り替わっててもわからないんですね。で調整することもできない。で今回は通常のこれを上にして使ったんですが、ちょっとやはり背中が熱いのでこの毛布を下に下げた、マットを下に少しずらして下げた状態で使ってました。で電池は以前一目盛りしか減ってませんでしたが、今回前回はちょっとずっと入ってたかどうかもちょっと怪しいんですけども、今回はあの約12時間ほど電源入れっぱなしでほぼ空になってしまいました。でやはり暖かかったのできちんと機能してました。で電気毛布と比べると電気毛布の方が全体的に暖かいんですね。ですのでやはり電気毛布の方がいいんですが、このポータブル電源を持ってこなくてはいけないっていうことを考えると、この氷点下10度ぐらいだったらこの USB マットでも使えるかなっていう気はします。はい、それではちょっとトイレに行って、その後この寝袋と片付けて、それから朝食の準備にしたいと思います。朝の7時半です。朝食にしたいと思います。現在の外気温氷点下7度ですね。前回来た時最低気温氷点下11度でしたが、今回は最低気温氷点下8度ですね。前回よりは暖かいです。ただ雪がちょっと降りました。キャンプ場の水を汲んできました。水をテントのところに置いておくと凍っちゃうので、夜に捨てておきました。はい、できました。
ごちそうさまでした。現在氷点下8度ですね。ただ太陽が出てきたので暖かいですね。テントの内側に結露が凍ってついてますね。ではこの後テント撤収して帰りたいと思います。撤収完了です。寝ていた辺が少し溶けてます。メイプルキャンプ場でキャンプでした。ご視聴ありがとうございました。